西鉄天神大牟田線天神大牟田線は福岡県福岡市中央区天神の西鉄福岡天神駅から大牟田市久保田町の大牟田駅までを結ぶ西日本鉄道西鉄の鉄道路線である路線記号は天神大牟田線は西日本鉄道の本線角の路線にあたる福岡県を南北に結ぶ大動脈であり西鉄随一のドル箱路線である 沿線には、県下でも、比較的規模の大きな都市や、拠点的な都市が連なっており、福岡都心から各地へ向かう路線の中でも古くから、沿線開発が進んだ。県内都市間輸送及び沿線輸送の役割を、担っているため、通勤、通学路線としての性格が強い。加えて、沿線には、太宰府天満宮、九州国立博物館や旧柳川藩の城下町、 グリーンランドなどの観光地があり、中でも、太宰府や柳川へは、沿線外からの利用も多い。さらに、大牟田駅では、山佐海運が運行する三池島原ライン、島原工業と連絡する三池工業バスと接続してお、福岡都心から島原半島、長崎県への最速ルートとなっている。全体的には、JR 鹿児島本線と並行しており、鹿児島本線と 同様、福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、久留米市、宮山市、大牟田市の各都市を結ぶほか、JR 線が通らない小郡市や柳川市にも西鉄の駅がある。JR との共同使用駅は大牟田駅のみで同駅を除き、西鉄と JR の駅は隣接していない。ただし、口述の通り、 徒歩10から20分程度で、相互間を移動できる駅はある。福岡市南区のいじり雑誌の熊間と久留米市の、試験場前駅区津福間では、鹿児島本線と交差するが、交差している地区のいずれも、具体的な新駅設置計画内。天神大牟田線に並行する九州新幹線、JR 鹿児島本線、九州自動車道、国道3号など、他の主要な交通路は、福岡県、 筑紫市の市から一旦、佐賀県、宮城郡木山町、栖市を通って再び、福岡県、富米,米市に入る。これに対して、小郡市中心部を通っている、西鉄天神大牟田線には、佐賀県内にかかる区間がなく、全線が、福岡県内を通っている。ほとんどの日本の大手市鉄路線は大都市内に、JR 駅と接続、または隣接する。 ターミナル駅があるが、西鉄には、福岡市内に JR 駅と接続、隣接するターミナル駅がない。なお、西鉄福岡天神駅は、福岡市地下鉄空港線の天神駅と接続しているが、こちらは、後から西鉄の駅に接続する形で設置された。日本の大手市鉄の駅としては、天神大牟田線の西鉄福岡天神駅が最西端。 大牟田駅が最南端に位置する。2019年7月1日に全線開通80周年を迎えた。2000年12月までは路線名が大牟田線であったことから本領線のことを天神大牟田線ではなく大牟田線と呼ぶ利用者が多い。また、かつては路線自体を指して急行電車の愛称が使われていた。なお、 西鉄公式サイトの鉄道事業ページでは、一般に、天神大牟田線と呼ばれる西鉄福岡、天神駅大牟田駅間を、本線と称し、支線に当たる多宰府線と天城線を含め、3路線を、総称して、天神大牟田線というくくり付けで故障している。下り列車の進行方向基準に記述する、福岡市の天神は、九州最大の繁華街を形成しており、 その中心にあるソラリアターミナルビルの2階に西鉄福岡天神駅はある。この駅を出発するとやや右にカーブを描き真南に進むようになると間もなく全ての電車が停車する役員駅に到着する。役員地区は天神の繁華街からはやや離れた位置にある。役員駅は博多駅へのバス路線や地下鉄のなくま線との接続駅であり全列車が停車する。 薬院駅を発車すると、左にカーブを描き、再び南東方向に走る。カーブが完全に終わると、間もなく西鉄平尾駅を通過し、福岡市南区に入る。いじり駅付近までは、福岡県道31号福岡筑紫の線と、ほぼ並走する。大橋駅を過ぎると、国道385号を乗り越え、高架線を降り地平区間に入る。地平区間に入った後すぐに、 中川を渡り、JR 九州新幹線、博多南線の高架をくぐり、いじり駅を過ぎると、福岡高速五号線、福岡高速環状線の高架の下を過ぎる。そして、JR 鹿児島本線を乗り越え、しばらくして、右にカーブを描きながら、雑所の熊駅を通過する。JR 鹿児島本線とは、雑所の熊駅から桜台駅付近まで、ほぼ同間隔で並走する。 雑所の熊駅付近から下大理駅付近までは、高架化工事が進行中であり、助行運転を常時行っている。下大理駅を過ぎて五笠川を渡り、九州自動車道の下をくぐり抜け、国道3号としばらく並走する。この並走区間のほとんどは立体交差となっていて、本線の高架を左手に見ながら、地上を走り抜ける。その途中で、都フロ前駅を通過、その後、 進行方向左手から、太宰府線の単線の線路が近づくとすぐに西鉄二日、市駅に到着する。西鉄二日、市駅は、太宰府線との乗り換え客も多い。特に年始は、太宰府天満宮への初詣で参拝客で混雑する。その西鉄二日、市駅を出発して、約900メートルの地点に、天神大無田線の中で最も新しい紫駅がある。 朝倉海道駅手前で、博多湾に注ぐ、五笠川水系と有明海に注ぐ筑後川水系の分水嶺が存在するが、その標高はわずか海抜約40メートルであり、沿線風景も住宅地が続いている。その後国道3号をくぐると、桜台駅を通過する。桜台駅を抜けると、筑紫平野が広がり、JR 筑豊本線、原田線と立体交差し、 筑子駅を過ぎると進行方向左手に筑子車両基地が見える。その後、右にカーブして南南西に進路を変える。ここから宮野神駅まで福岡県道88号久留米小郡線と並走する。また、津子駅から宮野神駅まではしばらく直線が続く。西鉄大森駅付近までは閑静な住宅街を走り抜け、そのすぐ手前で、 大分自動車道と天城鉄道の下をくぐる。この駅より天城鉄道への乗り換えができる。西鉄小郡駅を出ると次第に住宅がまばらになり、宮の神駅手前まではのどかな田園風景が広がる。夜間は真っ暗で窓の外は何も見えないことが多いが、昼間は右手に遠く、佐賀県鳥栖市の中心市街を望むことができる。その鳥栖市の手前には、 九州自動車道の高架が走っている。単管駅を過ぎたあたりで並走している、福岡県道88号久留米小郡線のさらに、奥で方慢川が並行して、流れるようになる。味坂駅の手前で平行に流れていた方慢川が、竜路を南から西へ直角に向きを変え、その方慢川を鉄橋で渡った後、味坂駅を通過する。その後、九州自動車道をくぐると、まもなく、 小郡市から、久留米市へ入る。この付近で、電車は最も、佐賀県に接近する。久留米ビジネスパークが左手に見えてくると、天城線の単線が見え、宮野神駅に入る。宮野神駅を出るとすぐに、天城線が合流する。駅を出てから、天城線と合流するため、宮野神駅の天城線ホームは、天神大向田線のホームとは平行でない。その天城線と合流後、 すぐに地区小川を渡る鉄橋を走り抜ける。鉄橋からは、久留米市街が一望できる。鉄橋を渡るとすぐに、国道210号を乗り越える。その後、住宅街を抜けるように走り、途中で、串源駅を通過。その直後から高架線を上り、久留米の繁華街の中心を形成する、西鉄久留米駅に到着する。西鉄久留米駅からはすぐ目の前に、 花畑駅が見える。このため、西鉄久留米駅を出発するとすぐに、花畑駅に到着する。花畑駅は、すべての電車が停車し、同駅発着の急行も多く設定されているが、隣の西鉄久留米駅に比べると利用者は、かなり少ない。試験場前駅を出るとまもなく、伏線から単線になる。この単線は、大前寺駅まで続く。 JR 九大本線の単線と鹿児島ホーム線の複線と次々に乗り越えるが、その効果を九州新幹線が乗り越えている。すぐに効果を降り、住宅に挟まれたような狭い単線を走ると、津福駅に到着する。この付近には、単線区間の複線化・高架化の早期実現を要望する看板が設置されていた。その津福駅を出発すると、ヤカ駅の手前まで、 福岡県道23号久留米や長尾線と並走する。津福駅から大善寺駅までは旧大川鉄道からの買収区間で線路脇まで密集した住宅地や旧カーブにかつての京弁鉄道の名残を伺わせる。大善寺駅からは再び福線となる。ここからしばらくはカーブも少なく比較的線形も良い。河町駅からは再び単線となり、 かまちやかべ間で、有明海沿岸道路と交差し、左にカーブして南西から南東に進路を変え、高架駅のやかべ駅を過ぎて、桶橋側を渡ると、柳川市街地となり、西鉄柳川駅に到着する。西鉄柳川駅を過ぎると左手に、柳川車両基地が広がり、有明海沿岸道路と、再び交差する。特駅駅構内で右にカーブした後は、 ほぼ直線の線路を南下してゆく。やや左にカーブし、西鉄唯一の信号場である中島信号場を通過、高架線を上る。高架線の内間新しい区間は、高架下の剣道山と城島線各張に際して付け替えられたものである。西鉄中島駅を通過した後に矢部川を渡ると宮間市に入る。海駅で単線区間が終わり、ここからは終点まで複線となる。 西鉄渡瀬駅の手前で、大牟田市に入り、市北部の丘陵地帯を通過。倉久市駅を過ぎて、県道南海大牟田北線をくぐった付近から、進行方向左手に、鹿児島本線が近づいてくる。西鉄銀水駅の手前から、鹿児島本線と完全に並走し、複々線のような様相を呈する。なお、鹿児島本線との並走区間は、踏切構造が、 JR の基準に合わせられている。大牟田市街地に入り、新坂江町駅を過ぎ、三井三池専用鉄道、廃線の高架をくぐると、終点の大牟田駅に到着する。2009年度における最混雑区間、平尾役員の朝ラッシュ時ピーク1時間の集中率は25.9%となっている。この数値を同じく2009年度の関西圏、および、 中京圏における大手私鉄主要路線と比較すと、天神大牟田線より、集中率が低いのは、名鉄と小波線と、阪急京都本線のみ。これは当路線が、ラッシュ時に、都心方向のみならず、オフピーク時の利用も、比較的多い路線であることがいる。以下の種別の列車が運行される、天神大牟田線の最速種別である。特急料金は不要。全列車が、 西鉄福岡、天神大牟田間で運転され、都市間輸送の期間となっている。朝ラッシュ時の上りや夜間を除き、終日30分間隔で運転される。2008年3月22日のダイヤ改正で、最高速度が時速 100km から時速 110km に引き上げられている。現行ダイヤでの所要時間は、西鉄福岡、天神西鉄久留米間では、 下り最速30分、上り31分、西鉄福岡、天神大牟田間では、最速下り63分、上り61分となっている。時速 110km 運転を開始した当初は、西鉄福岡、天神西鉄久留米間、最速28分、西鉄福岡、天神大牟田間、最速58分に短縮したが、いじりとフロー前間の高架化工事の進展に伴い、 旅行運転を開始したため、所要時間は時速 110km 運転開始前と同様になっている。車両は原則として日中は3000系6両編成が使用される。うち1本は柳川観光列車スイートで運行時刻が西鉄公式ウェブサイトで公開されている。平日午前中の数往復や夕方以降には一般車5000系6000系 6050系、9000系の6両、または7両編成が使用される。車両検査などの都合により、日中でも一般車が代走することもある。ゴールデンウィークや、正月などの脱却時には、日中でも7両編成が特急で運行される。終日運転され、日中は、西鉄福岡、天神西鉄お郡お館、以下、便宜上、お郡急行休校とすると、 西鉄福岡、天神花畑間、同様に、花畑急行とするにそれぞれ毎時2本ずつ、合計4本運行される。西鉄福岡、天神西鉄二日市間を特急とセットで、約10分間隔の運転とするダイヤが組まれているため、運転間隔が、約10分約20分の繰り返しのサイクルとなっており、約20分間隔となる間に特急が1本入る。に、 太宰府線に直通する西鉄福岡、天神初太宰府行きの急行が、平日の9時台、10時台の下り4本、土休日の9時台から11時台の下り6本、設定されており、この時間帯には、おごおりは運行されない。また、朝ラッシュ時の上りや、夕ラッシュ時から深夜にかけての時間帯の下りに、西鉄福岡、天神西鉄や長和間で輸送力を、 増強するために運行されるものや、特急が運行されない時間帯に、西鉄福岡、天神大牟田間で運行されるものもある。さらに西鉄柳川大牟田間については、早朝の下り3本、深夜の上り1本が設定されている。これらについて、花畑駅なんで、種別変更しない場合の停車パターンは、前述の特急、途中、大前寺、西鉄柳川、 新境町各駅のみ停車に準じる。かつて朝ラ主事の上りは、急行がダイヤにおける唯一の優等列車となっていたが、2017年8月26日のダイヤ改正により、朝の急行列車の一部が特急に格上げとなった。完全な平行ダイヤであってかつ、始発駅にばらつきがあるため、列車によって混雑さが激しい。大無駄。 柳川始発の列車は、都心から遠い柳川駅や大前寺駅を出発する時点であっても、かなりの混雑となっている。また、ユーラッシュ時には、花畑急行、西鉄福岡、天神西鉄二日市間の急行のほか、西鉄福岡、天神西鉄柳川間の急行なども運行される。夜間の急行は、オウム大駅と柳川駅を合わせて、運行間隔が15分間隔となる。 急行は一部区間が各駅停車となる列車も比較的多く、日中の小郡急行は筑子駅以南が各駅停車となるほか、平日の朝に一本のみ設定されている津福駅発着の列車は久留米駅以南が各駅停車となる。大財布駅の急行は太宰府線内では各駅に停車するが、方向幕は急行幕のままである。西鉄では一部区間が 各駅停車となる急行列車については、主要駅停車の区間のみが急行列車扱いで、各駅停車の区間は普通列車扱いとなるため、途中駅で急行普通と種別変更を行うことにより対応している。かつては、久留米南へ向かう下り急行の多くは、久留米南で各駅停車となっていたが、近年では、速達性向上の観点から全区間急行になっている。 車両は日中は主に3000系5両編成が使用され、他に5000系6両編成や9000系5両編成、3000系6両編成も使用される。日中の急行はクロスシート車が主体であったが、2015年以降、8000型が特急運用から撤退し、それまで主に急行に使用されていた3000型が特急運用につくことになってからは、 日中の休行のうち半数近くが、ロングシート車による運行に変更され、ラッシュ時は5000系、6000系、6050系の7両でも運行している、車両検査、故障やダイヤの乱れなどを除く。午前中の1往復、小郡発福岡、天神行きのぼり福岡、天神発太宰府行き下りは3000系3010、編成、旅人、旅人、が使用される。 2017年8月26日のダイヤ改正より、朝の上りの休行のうち、1本、平日と土日祝日では、時刻が異なるが、西鉄久留米駅で特急と、緩急接続を行い、他に、平日の1本が、小郡で特急を退避するようになった。このため、同改正以前には普通列車となる区間を除いては、なかった、休行の特急退避が生じている。 西鉄の前身の九州鉄道は1924年4月24日、インターアーバンとして成功させていた、阪急電鉄神戸本線に習い、汽車、国鉄より早い急行を、宣伝広告とした、福岡、現、西鉄福岡、天神久留米間を55分で結ぶ急行を16分ごとに走らせた。1930年、標低速度時速52キロメートルで、 福岡久留米間を45分で結ぶ急行を2時間ごとに運行した。大牟田線前通後は1941年に福岡大牟田間を75分で走行する急行の運行を開始した。この急行は第二次世界大戦中の一時休止を経て戦後の1946年10月1日に福岡大牟田間を90分で結ぶ急行して復活した。 またこの急行とは別に1956年からは、従来の急行停車駅に加え、西鉄大通駅、宮野神駅と西鉄久留米駅以南の各駅に停車するローカル急行が運転されていた。当時の急行が現在の特急、ローカル急行が現在の急行の前身にあたる。正月三が日には、太宰府天満宮への発毛で客輸送の輸送のため、臨時急行。 初詣号が、西鉄福岡、天神太財布間に運行される。通常の日の西鉄福岡、天神太財布間の急行と異なり、日中に30分間隔で上下両方向に運行される。初詣号には、ヘッドマークが取り付けられる。1997年9月27日のダイヤ改正で日中の急行が1時間4本となったため余裕がなくなり、翌年からは、 西鉄小合駅折り返しの列車を、太宰府駅発着に差し替える形で運行している。1996年までは2月の完売期間中、西鉄福岡太宰府間に、臨時急行、飛び梅号を運行していた。2015年より、2月上旬の1日に限り、西鉄福岡、天神初太宰府駅急行の一本を、完売号とし、太宰府市のキャラクター、 千梅ちゃんのヘッドマークをつけて運行している。日中は、西鉄福岡、天神から二日市間、西鉄福岡、天神地区市間、西鉄福岡、天神から大前時間、天城線直通天城大無間の列車が、それぞれ30分間隔で運行されるほか、前節で延べた30分間隔で運行される、小郡発着の急行は、 畜生放流館が普通列車として運行される。これにより、西鉄福岡、天神から二日市間が約10分間隔、二日市畜生館が約10分、または20分間隔、畜生放流館が約15分間隔、小郡大宮の神館が約30分間隔、宮野神、大善寺館が約15分間隔、大善寺大無間館が 約30分間隔で普通列車が運行される、形なる。ごく一部、太宰府線と直通し、西鉄福岡、天神発や筑紫発、太宰府行きや太宰府発、小郡行き等の列車がある。大橋、西鉄二日、市、西鉄小堀、西鉄久留米、花畑、大善寺、西鉄柳川の各駅で急接続する。特に、西鉄柳川駅では、 対向列車との行き違い、列車交換も兼ねるため、19から21分、停車する。早朝、朝夕ラッシュ時、夜間、深夜には、西鉄や長和駅発着の列車もある。早朝には、筑紫駅始発の下り列車もあるほか、平日の早朝に前線通しの列車が1本ある。朝夕ラッシュ時には、上記の各駅の他に、春日ガ筑紫で、 環急接続する列車もある。また、案内表示上の行き先より、手前の筑紫、久留米、花畑、柳川の各駅で、車両取り替えと称した、車両交換を、こう、同一ホームで乗り換えとなる列車がある。天神大牟田線内列車及び、太宰府線直通列車については、昼間は、主として5000系、6000系、6050系4両が使用され、一部の、 列車には7000系、7050系4両が使用される。ラッシュ時は5000系6両及び7両、6000系、6050系7両、3000系5両及び6両も運行している。車両検査、故障やダイヤ乱れ時などを除く。平日朝夕には、福岡、天神から二日市、筑市、小郡間に3000系、旅人編成が使用される列車がある。 天城線直通列車は7000系、7050系に医療編成によるワンマン運転で無人駅及び営業時間外、早朝、夜間及び日中の駅員不在時間の有人駅では運転士による車内生産を行っている。2019年3月23日から運行を開始した観光列車。名前の通り、車内の調理設備で沿線の食材を使った料理を 提供し、内装には、城島瓦、久留米市、八女岳、八女市の竹細工といった、伝統工芸品をい、地区後、沿線である、福岡県南部らしさを演出する。運行日は金、土日曜日と祝日。昼間に、西鉄福岡、天神発大牟田行きの、ランチの旅。夕方に、大牟田発西鉄福岡、天神行きの、ディナーの旅を運行。 2019年6月1日からは、西鉄福岡、天神初田財布行きのブランチの旅も運行する。1987年3月25日のダイヤ改正で新設され、2010年3月27日のダイヤ改正まで設定されていた種別で、平日朝に折り4本のみ、西鉄福岡、天神西鉄二日市間で運行されていた。 列車自体は車庫乗る畜生まで運行されていたが、西鉄二日市畜市間は改装。新設時は西鉄二日市までノンストップだったので、直行という名称が使われていたが、1995年から途中で役員駅のみ停車するようになった。朝ラッシュ時に増えた上り列車を車両基地まで送り込む、送り込み列車としての意味合いを持っていた。当初は、 福岡・春日玄関の直行も存在した。車両は、末期は主に6000系、6050系7両、または8両で運行していた。2001年1月20日のダイヤ改正で新設され、2010年3月27日のダイヤ改正まで設定されていた種別で、平日朝に上り2本、大牟田、西鉄柳川発、各1本が運行されていた。 両列車ともに8両編成での運行。また、日本とも途中駅で特急を退避しなかった。この快速急行の設定以前にあっさら主事の上り急行で、2日、C 北の急行停車駅、大橋駅、春日原駅、カダイの各駅を通過していた8両編成使用列車を格上げする形で新設された。停車駅は通常の急行停車駅から春、 日原駅とが代理駅を差し引いたもの。この二駅に停車しない理由は、ラッシュ時の急行の遠近分離による混雑緩和のためと、春日原では、踏切の制約などにより8両編成の列車が停車できないためである、ドアカットを行えない。一方、大橋駅は新設当日からホームが8両対応に延伸されたため、新規に停車することとなった。 車両は主に6000系、6050系の8両編成が使用された。1939年、昭和14年7月1日の大牟田線前通時に初めて設定された。停車駅は旧鉄福岡、現、西鉄福岡、天神駅から春日原間の各駅、2日、市、久留米大牟田間の各駅で、運転間隔は25分、所要時間は、 福岡久留米間が45分、福岡大牟田間が110分となっていた。1956年昭和31年12月1日より、早朝と夜間を除いて、ローカル急行列車に格上げされる形で、運転本数が減らされ、1958年昭和33年4月1日のダイヤ改正で、全廃された。1956年、 昭和31年12月1日大夜改正で、準急列車の一部を格上げする形で設定された。停車駅は2日、市、小郡宮野陣、久留米南の各駅となっていた。福岡久留米間の所要時間は42分。1959年、昭和34年5月1日大夜改正で、従来の急行が特急に解消されたのと同時に、ローカル急行は、 休行に解消されて名称が消滅した。2017年8月26日改正ダイヤの日中の各区間における1時間あたりの運転本数は以下の通り。平日のおおむね7時30分から9時過ぎまでの間に西鉄福岡天神駅に到着する上り優等列車の最後部、大む田より一両は女性専用車両となっている。途中駅から 急行運転を開始する普通電車も同様である。なお、女性客に同伴される、小学生以下の男性及び、障害者が、介護者を伴う場合の少なくとも、片方が、女性の場合は、女性専用車両に乗車可能である、としている。快速急行の廃止直前は、特急、急行は7両編成、快速急行は8両編成での運行となっていた、ため、 女性専用車両の乗車位置が特急、急行と快速急行とで異なる駅も存在した。その場合は快速急行の乗車口に快速急行の種別カラーであるオレンジ色を用いて他の種別との乗車位置の違いを区別していた。2012年3月24日、ダイヤ改正では西鉄福岡天神駅に9時過ぎに到着する上り特急が 設定対象外となったため、女性専用車両の設定対象全列車が休行となったが、2014年3月22日のダイヤ改正では、同列車が再度設定対象となった。廃車、改造、他線への転出などにより、天神大牟田線から消滅した車両を以下に示す。開業時から1960年代の二代目600、低出現以前までに製造。 交代化改造された車両は、形式ごとに、企画、性能の差異が大きく、車体サイズの大小、13メートル級から18メートル級、連設車までの混在や、扉数の不統一、2.3扉の混在が、著しかった。時代ごとの輸送需要や、路線延伸計画の状況により、九州鉄道及びその継承企業たる西鉄が、 大無田線の車両施策を一貫できなかったことの現れと言える。これらの雑多な混在状況は、二代目六百、経以降の通勤型電車規格化、大型化で徐々に改善されていった。西鉄福岡、天神から、津福間と大前寺大無田間は、西鉄の前身の九州鉄道、二代目の手で当初から、電化路線として開業したものである。津福、大前寺間は、 大川鉄道により1912年、大正元年に開業した区間で、1937年、昭和12年に、九州鉄道が、大川鉄道を、九州合併した際に、改めき、電化した上で組み込んだものである。1924年、大正13年に、西鉄福岡、天神西鉄久留米館が開業した当時、住と大牟田、 そして熊本市までの延伸を視野に入れていたが、1939年、昭和14年に大向田まで開通して、以降、土地の確保に難航したことと、熊本県側が協力的ではなかったため、熊本延伸計画は頓挫した。西鉄福岡、天神西鉄久留米館は開通当時から複線区間だが、西鉄久留米南は資金難のため、単線で開業した。 その後、八丁、無田駅付近や海駅以南など、特急同士の離合箇所を優先的に複線化したため、西鉄久留米駅以南だけでも、約6割は複線化試行済みである。大溝駅や倉久市駅、西鉄銀水駅など、上下本線に挟まれた島式プラットフォームの駅が、存在するは複線化の歴史の名残である。2019年現在、伊駅から、 都府老前駅間において、連続立体交差事業、鉄道高架化が進行中である。具体的な事業区間は、いじり駅と雑所の熊駅間の鹿児島本線の頭上を、オーバークロスするあたりから、大牟田方面に向かって、課題利駅を過ぎた後で五笠川を渡る鉄橋の、手前あたりまでである。伊じ駅と雑所の熊駅間の鹿児島本線、オーバークロス付近から、福岡市と春日市の市、 境までの約 1.86km を福岡市、同市境を境に、か大利益手前の小笠川を渡る鉄橋までの約 3.30km を福岡県が事業を進めている。事業計画の予備調査が実施された1985年時点の段階では、かすが現役からか大利益間までが事業計画区間だったが、後に計画変更で延伸された。 本事業によって、福岡市が行う、事業区間では4カ所、福岡県が行う、事業区間では12カ所、合計16カ所の踏切廃止が予定されており、朝晩を中心に、慢性的に発生している踏切遮断後の渋滞解消が期待されている。建設方式として、現在線の横に、本線の効果工事終了まで使用する、仮線を敷いて営業する、仮線方式と、 現在、線の直上に、高架橋を建設する直上方式で建設が進められている。事業区間の起点である、下大理駅手前の五笠川に架か,かる鉄橋の手前、辺りから、白木原駅までと、大牟田方面に向かって、雑所の熊駅手前の区間である南山田町から3、地区辺りまでは、仮線方式が採用されており、下大理駅周辺から、 白木原駅までの下り線の線路沿いにあったマンションや民家などは2000年代後半から徐々に立ちのきとなった。2014年3月22日のダイヤ改正からは、下代理駅から白木原駅までの区間が仮線での運行に切り替わり、下代理駅についても仮駅舎での営業が開始された。また、本事業に合わせ、2021年度に雑所の熊から春日原間に、 新駅の設置を計画している。場所は、県道49号大野城二条線との交差部分付近、西日本鉄道雑所の熊自動車営業所の隣接地に新設される予定とっている。本事業区間に存在する駅、雑所の熊、春日原、白、木原、加ダ入りは、高架駅となる予定で、福岡、天神駅、大橋駅間及び、 雑所の熊駅下折駅間の降格間で、いじり駅のみが唯一地上駅のままとなる。いじり駅周辺の高架化については、工事に必要な用地と大型の工事車両が、通行可能な道路がないこと、大橋駅いじり駅間で交差する九州新幹線、博多南線の架橋と、支障する等の理由により、本事業での高架化の予定はない。2021年度までに道路線に、 有料の指定席列車を運行することが明らかとなっている。多少追加料金を払ってもラッシュ時に座りたいという利用者の要望があることから既存の電車への有料座席専用車両の増結や一編成すべてが有料座席の専用列車の導入を検討するとしている。また一部メディアによれば種別や運行区間は未定であるが西鉄福岡天神駅を 平日19時から22時頃に発車し、西鉄久留米駅、西鉄柳川駅に停車、料金は数百円を検討しているという。上記の他に、西鉄と JR の駅同士が近く、おおむね徒歩5分から15分以内での移動が可能で、徒歩連絡できる駅もある。以下に、それらの例を記す。左側が西鉄駅、右側が JR 駅である。主に、 鹿児島本線と天神大牟田線が近い範囲で並走する福岡市、南部、南区、博多区や筑紫地域、及び大牟田市内において、徒歩連絡が可能な駅が存在する。役員駅博多駅間、西鉄二日、市駅、紫駅 JR 二日、市駅間、西鉄久留米駅 JR 久留米駅間、花畑駅久留米高校前駅間は、 それぞれ 1.5km 前後の距離があるが、路線バスが頻発しており、路線バス利用で10分前後で移動できる。沿線各都市では、天神大牟田線の主要各駅を中心として、町が形成されてきた。西鉄久留米駅では、駅ビルを確認、商業エリアの整備が進められ、大牟田でも、三井グループの協力を得て、新坂江町駅前一帯で西鉄による、 再開発が行われた。一方、少子高齢化や公害化は大きな課題となっており、鉄道沿線の活性化に向けた専門部署、町づくり推進室で自治体関係者との人材交流も加えて、天神大向田線沿線の将来像を模索している。なお、道路線が有する高速運転、高頻度ダイヤなどを背景とした沿線事業の拡大は、 鉄道事業以外の関連事業、主に不動産賃貸業と流通業の事業収益拡大に大きく貢献している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。